思いますが、学校で習った周期律表ですね、はい、でこれが元素ですけれども、この中で特にかぐやで重点的に調べる元素はこちらになります。はい、はい、でここの水というのはですね、月の極域にもしかしたらですね永久日照といって一年中日が当たらないところがあって、そこに氷が大量にあるかもしれません、はい、それがあるかどうかを調べると、はい、いうことになっております。それからですね、次の放射性元素ですけども、これはあの放射改変という現象を起こすんですが、その時にエネルギーを出します、はい、でそれがあの加熱するんですね、はい、周りを温めます。それが火山活動であるとか、はい、月の進化というものをもたらすという意味で非常に重要な元素です。その分布を調べるということは重要です、はい、そして、はい、あと主要元素というのがあるんですけども、はい、これは全ての元素あの岩石中に含まれているんですけれども、この量が多いか少ないかで岩石の性質が大きく変わってきます、はい、したがってこの量の比率をですね詳しく調べるということが重要になってきます、はい、この元素を調べることで、まあ、どのような鉱物が月に存在するかということが分かるわけですね。そういうことも分かってくるわけです、はい、こちらに2つ石がありますけれども、はい、はい、これとこれ、はい、これですね、これ玄武岩と社長岩ですか。はい、そうですね、はい、これは地球の石なんですけれども、はい、あのお月さんですね、月はあの地球から見てですね黒っぽく見える部分と白っぽく見える部分があるわけなんですけれども、はいはい、この白っぽく見える部分っていうのは高地と呼ばれていまして、はい、ここにですねこの社長岩と呼ばれる種類の岩石がたくさんある、はい、こちらの、はい、岩ですね、はい、ちょっと赤っぽい赤っぽく見えてますけれども、はい、でこの黒っぽく見える領域、これは、はい、あの海と呼ばれるところなんですけれども、ここは火山性のですね、はい、あの溶岩、あの玄武岩と呼ばれる溶岩が覆ったと言われています、はいはい、こちら右側にあるのが玄武岩、そうですね、はい、でこちらに含まれるですね鉱物の種類が違います、はい、それによってこのように色と言いますか見え方が変わってくるわけです、はい、で今回のかぐやでこの社長岩それから玄武岩がどのように存在するかというのを分布するのが見るということですよね。はい、はい、そういうことですね、はいはい、それから今高地海というまあ、お話ありましたけども、はい、実際に高地では高いところにあるんですか。そういうことですね、はい、これどのくらい高地と海で差があるんでしょうか。はい、あの一番高いところと一番低いところというのを比べますと、はい、もう20キロ以上、20キロぐらい、はいはい、そこで2つ目のミッション、地形表層構造を調べるということにつながるわけですね。はい、そういうことになるわけです、はい、で月の表面をですね、まあ、非常に複雑なんですけれども、はい、これをですねあのカメラで立体視することによって、はい、3次元的な構造を調べる、はい、同時にですねレーザービームを照射してその往復の時間を調べるということによって、はい、あのこれも同じく表面の形を詳しく調べるということになります、はいはい、まあ、今回のかぐやを、まあ、観測をすることでこの今まん丸の月球儀がこうデコボコのそうですリアルな月球儀ができてくるとはい、いうことですね、はい、しかもレーダーを使いまして、かぐやの特徴でもあるんですけど、レーダーを使って今埋もれて見えなくなった地下の構造まで調べると、はい、いうことになっています。はい、では続いて環境ミッションについて VTR をご覧いただきましょう。どうぞ。月周辺の環境計測をする機器は月磁場観測装置エルマグ、粒子線計測器 CPS、 プラズマ観測装置 PACE、 プラズマイメージャー UPI です。また送信電波を利用した電波科学 RS を行います。地球と異なり月の磁場は非常に弱いため、月磁場観測装置エルマグでは主衛星からの磁場の影響を受けないように12メートルのマスト先端につけたセンサで月面上の磁場の分布を調べます。粒子線計測器 CPS は月面のラドンやポロニウムの崩壊で生成されるアルファ線を計測し、ラドンやポロニウムの分布や噴出している場所を調べます。また太陽や銀河系から来る粒子、電子、陽子、重粒子を観測し、月の放射線環境について調べます。これらのデータは将来月面活動を行うときに役立ちます。
月の周りのプラズマは太陽、地球磁気圏、月面からやってきます。プラズマ観測装置ペースはこれらのプラズマのエネルギー分析を行い、月周辺のプラズマや月、地球磁気圏のプラズマを調べます。旧ソ連のルナ探査機による観測結果から月には電離層があると言われています。この電離層は月の希薄な大気が紫外線で電子とイオンに分解されてできたか、月面から飛び出した電子の層と考えられ、電波が通過するとイラギが生じます。電波科学 RS では V ラド衛星から地球に届く電波のイラギの有無を計測することで月の電離層を調べます。プラズマイメージャー UPI は可視光と極端紫外光に感度のある2台の望遠鏡を用いて、地球周辺のプラズマ圏と地球のオーロラや大気光の全球分布を月軌道から観測します。主衛星上で二軸ジンバルによって望遠鏡の向きを制御し、地球を自動的に追尾します。では続いて環境を調べるということで、今回の環境ミッションについて簡単に説明をしていただきたいと思います。岡田さん、お願いします。はい、環境ミッションは今 VTR でご覧になったようにですね、非常にたくさんの種類があるんですけれども、今日は地盤について特に詳しく